今日も3連敗ってことになってしまったんです。今日は初回に西が2点タイムリー打たれてここから始まったんですけども、ここもやっぱり今調子のいい鈴木のどこに回ってきて、コース寄りの甘いのをしっかり振られたっていう、タイムリーで2点取られたっていうそこに尽きるんですけども、その後にまた4回にピッチャーのエラーも絡さなって、ピッチャーにやっぱり打たれたってとこが今日の西の一番悪いとこかなと。鈴木に打たれたのはやっぱり調子のいいバッターで4番バッターでってとこもあるんで、ただやっぱりこうピッチャーにここで自分のエラーもあって打たれたのではじゃなくて、やっぱりここにスリーボールにしたっていう時点でフォアボール出したくないピッチャーに対して、その藤井っていうバッティングがどれくらいいいのかどうかも見たこともないで分かんないけど、でも結果的に外のに投げるのがインコースに行ってしまって、それを低めのボールをしっかり振られたっていうところで一、二塁間のタイムリーになってしまったっていう、やっぱりここで手後手に回ってる、まあ今の阪神西がどうのこうもあるけども、やっぱりここでやっぱりピッチャーに対してスリーボールにするっていうことは気持ち的にちょっと負けてんのかな、やっぱり攻めていけるピッチングをしてないっていうことになってしまうんで、フォアボール出すようなピッチャーじゃなくてピッチャーにスリーボールにしたっていう時点で警戒したのか、野手じゃないからね警戒するっていうほどのピッチャーじゃないと思う。それなりにだからピッチャーに投げるときはそれは打たれちゃいけないんだけども、やっぱり多少ちゃんと気を使って投げたらそんなに打たれるはずない、ちょっと気を使って投げる、まあ、コースを大事に投げる、もうそれくらいでいいんですよ。ギリギリコースなんかいらない。それがストライク入らなかったってことは、ちょっと自分のエラーもあって、そういう精神的なことがあったのかなっていう。それも申告敬遠をした後だったので、西の性格上のその申告敬遠がどうだったのかなっていうのもちょっとこう思うところもありだね。だからその辺がよく分かんないけど、太田くらいだったら勝負しても打ち取れると思ってるのを申告敬遠されてノースリーになったのかなと。自分の気持ち的に整理をしてないのでピッチャーに対してスリーボールになってしまったかな。でワンとワンストライク取って外に投げるのがインコースに行ってしまった、それをタイムリー打たれた、ここが今日の中のちょっとポイントになるかなと。自分のエラーもあったし、今の阪神の4点はすごいきついかなっていう打線でもあるんで、午後の4点目が結構答えてるゲームになってしまったかなというふうに思う。で、まあ、打つ方は相変わらずその楽天の藤井ってピッチャーもそんなにフォークボール、チェンジアップがいいっていうわけじゃないけども、打ちあぐんでるっていうのは、やっぱりちょっとこう狙い球を絞りきれずにストライクかボールかっていう高めのボールにこうみんな手を出してるっていう。で、まあ、こう低めのスライダー、昨日も言ったけども、それを見極められないで、ハーフスイングの三振が結構多いっていうのが目立つなっていうふうに、今日も見えてるし、なかなか4点でヒット4本じゃ逆転できないし、そういうゲームを続いてるんで、こっちもね、応援してこれをやってる限りはあまりいいとこがないんで、話すこともないんだけど、やっぱり打つことで打開策を作っていかないと、前も言ったけども、ピッチャーもそんなに頑張りきれないんで、全部が最近みたいに完封にするとかな、なかなかできないんで、もうちょっとこう打つ方も、今日なんかね、打ててもいいと思うの。藤井自体が今日が良かったのか悪かったかね、普段見たことないんで、なんとも判断できないけど、でもやっぱり結果的に、8回もなくてフォアボール1個しか出してないよね。その辺がやっぱりストライクを先行されたり、そういうものが出てるかなと。近本なんかでも、自打席もいい当たりあったけど、あれ先っぽやったけども、やっぱり若干高めのボール、見逃したらボールを9回もそうだけど、振りに行ってるっていう、ちょっとこう、焦りがあるかなと。打たないといけないっていうのがちょっと出てるかなという。ふうに思う。それくらいのゲームでこう今日の話の中ではこんだけ打てなかったらやっぱり話もないんで、西もしっかりだけどやっぱりこう抑えないといけないっていうのがちょっと出てしまったんで、初回の一番今日楽天で触れてるバッターのとこに回ってきてるっていう、そこで2点タイムリー、初回に鈴木にしっかりしたスイングされてるっていうのが、今日ねサンテレビやってて広沢が解説だったのやっぱりね、島柳とやっぱりパリーグのバッターの方がスイングが早いってまあ褒めてた。その辺は楽天も4本しか打ってないけども、やっぱり昨日なんかでもホームランもそうだけど、やっぱりスイングをしっかりしてるっていうのがやっぱりこう差が出てるかなというふうに思うゲームでした。
この1年はね、ちょっとやり方を変えてきて、セ・リーグもすごい頑張ってるんだけど、やっぱりこう、個々に試合見たら、やっぱり一人一人のバッターがしっかりスイングできてるのが目立つよね。結果的に競って勝ってるけど、まあ、この間、巨人は10何点取るけど、結構競ってる試合が多いっていうのが、徐々に出てるよね。勝った負けたはあるけど、もうやっぱりもう5点以上とか、なかなかない試合が多い。うん、やっぱりパ・リーグのピッチャーもしっかりしてるってことだよね、こういうのを見てたら。もうトータル的にそんなにね、やっぱり田中いないとか、やっぱり則本が抑えに回ったりして、やっぱり先発の駒が、まあ、いないっていうのも確かである。ね、まあ、昨日なんか、うちなんかも今、2年目かなまでいいボール投げるんだけども、その辺がしっかりこう、ローテーションに入ってくると、まあまあ、ただ、昨日も言ったけど、やっぱホームランバッターがいないってことで、ちょこちょこね、そういうヒットを打たないと、なかなか勝てないチームであるかなと思ってる。一番ホームラン打ってる浅村がね、今も休んでるっていう状況で、やっぱりホームラン打ってるのいないと、なかなかこう連勝は難しいかな。でもこう交流戦に来て、チャンスで一本が出て、まあ勝ってきてるのかなと。だから今上位にいるんでね、交流戦は。もう2敗しかしてないし、いいとこ出して、ピッチャーも頑張ってる。チャンスでヒットが出てるっていうのは今の楽天かな。まあ、だから打線で言うと、ちょっとひどいよね。こう、打てそうにいないというか、まあ、ランナーに出ないんで、誰が返すのと思うと、やっぱり森下とか、あの辺の前にランナーが出ないとなかなか点数入んないかなと。だから、まあ、昨日3分打った中野なんかも今日は塁に出てないし、そういうのが徐々にこう、みんながこう悪い方に行ってるみたいに見えるんだよね。近本なんかも打たないといけない、打たないといけない。で、やっぱり若干、高めの好きな高めのボールにちょっと手を出してフライアウトが多いっていうのが目立つ。だからランナーいない時ね、渡辺なんかでもランナーいない時は結構打ったりしてるけども、その辺がこうランナー出た時につながんないっていうのが今の安心なんで、結果的にまあ何回も言うけど、今日なんかフォアボール1個なんだよね。だからそういうのは去年とは全然違うんで、去年はフォアボールで話題になってるけども、今年はもうそういうのが全然ないんで、やっぱり打って出ないと、そういうチャンスは恵んでこないってことになってくるんで、もうちょっと今日のピッチャーだったら、こう甘いボールをしっかり打つとかね、そんなにこう、手も足も出ないようなピッチャーじゃなかったにもかかわらず、4本しか打てなかったっていうのがちょっと残念かなと。もう佐藤とか、その間違ったらホームランとかいうバッターがいないと、こう流れ的にこう向いてこないよね。長打がやっぱり流れとか返ってくるんで、そのホームランっていうのはその勢いを変えるっていうのがホームランなんで、それを打てるバッターがいないんで、なかなかそうはいかないよね。まあ、ピッチャーはね、そこそこみんなそれなりにいるけど、バッターは最近のこの何年かは、本当に昔みたいに30分以上打つってバッターはいないらしいわ。だから今、外国人のスカウトもいるんだけども、もうそれを連れてこれないってことはもういないってことだと思うんで、今のいるメンバーで、大山なんかも外れたから10日間は戻ってこれないんで、代わりに佐藤をあげるのかどうかって、やっぱりそこにこう、一振りで1点取れるっていうバッターいないと、なかなか流れは変えづらいよね。もう選手がどういうふうにミーティングしたり、なんかしたりしてるのかどうかわかんないけども、今のメンバーでどうやってやれるかをみんなで話し合ってやるしかないね。まあ、ここに負け越すことはあったら、もう本当にずるずるいっちゃうんで、切り替えるっていう意味で、ただ西武が誰が高橋とかその辺投げてないんで、投げてきたら結構いいピッチャーなんで、まあ今井とかもそうだけども、なかなか打ち崩すには難しいピッチャーであるところの2人はね、頑張ってもらうしかないな。簡単なやったら、まあ一番今、パ・リーグでね、弱いチームなんで、やっぱり点数も取れてないし、その辺をつけるつきは、まあ楽天もそう言って、3連敗しちゃったんだけど、その辺でもう一番まあ今点数も取れない、まあそういうチームであるんで、まあまあここで、まあまだ5割なんで、全然まだ問題ないんで、まあこれから先の方がもっと長いんで、どっかで勢いつけるようにこう勝ってほしいなと思う。